阪神甲子園球場。左中間、右中間にラッキーゾーンが設けられている部分が見える。ラッキーゾーンは野球場で本塁打を出やすくするために意図的に外野フィールドの内側に施した柵とその柵から本来のフェンスの間の空間のこと。和製英語であり英語に相当する単語はない。本校ではこの逆の目的で設置された 高楽園球場のアンラッキーネットについても記述する。本来の外野の柵とは別に、外野フィールドが広すぎる、ホームランをたくさん出るようにしたい等といった理由で、意図的に本来のフィールドから狭めるために、フィールド内に新たに仮柵を設置した場合に、ラッキーゾーンと呼ばれる。そのため、通常の野球場を少年野球、 あるいはソフトボールの試合などに使用する際にも同様の柵が設けられるが、これは一般にラッキーゾーンとは呼ばれない。柵の外はプレイングフィールド外として扱われ、打者が打ったフェアの打球が地面につくことなくラッキーゾーンに飛び込めば本塁打となる。外アフィールド内側の柵は本来仮柵であるために撤去しやすいように金網であることが多いが、 藤井寺球場では、コンクリート製だった。ホームランの量産を意図したものではあったが、コンクリート製だったため、ラッキーゾーンに含めるか否かは、意見が分かれている。ラッキーゾーン内に投球ブルペンが設置されることが多い。日本における、ラッキーゾーンの第1号は、阪神甲子園球場である。作声本類打が注目されるようになってから、 球場での本塁打率が悪かったことを危惧した管理者の阪神電気鉄道が1947年の5月26日に外野の両翼から左、宇宙間付近に至る付近に金網を設けて本塁打を出やすくしようと試みたこの甲子園のラッキーゾーンは型を変えながら1991年シーズンまで存続しシーズン終了後の12月5日に撤去している 現在、フェンスは、甲子園に、距離的に最も近い高校と言われている、兵庫県立西の宮合津高等学校の中庭に、記念碑として立っているほか、阪神甲子園球場内の甲子園歴史館にも、フェンスの一部が、ラッキーゾーン設置時の両翼だった91メートルの、プレートをつけた状態のままで展示されている。それ以後、鳴海球場、阪急西宮球場、 明治神宮野球場、西京極球場、倉吉市営野球場にそれぞれ設置された。しかし、選手の体格向上や、バットやボールの品質改良によって、ホームランの本数が増加し、夏けオリンピック実施競技に野球が加えられた1980年代以後、各地に、国際競技企画に適合ないしはそれに準ずる。球場が新規建設されたり、改修でも、 外野の拡張が実施されるようになったため、ラッキーゾーンそのものの存在価値もなくなり、現在は、ラッキーゾーン内に、ナイター設備があるため撤去が困難とされる倉吉を、除く、各球場で、ラッキーゾーンが外されている。なお、日本女子プロ野球機構では、2012年から、西京国での開催に限り、両翼90メートルの箇所にラッキーゾーンを設置した。 2013年には日本製紙クリネックススタジアム宮城に本塁打を増やすため E-Wing というガイアスタンドがフィールド内に増築された。球団では増設した座席についてラッキーゾーンのようなという説明がされており正式にラッキーゾーンと呼ばれているわけではない。従来のスタンドの前に特別席を増設するという国内では今までにない形式となっている。 この E ウィングにより、12球団本拠地最長だった101.5メートルの、両翼が100.1メートルとなり、左右中間が1メートルほど縮まる形となった。2.8メートルから4.1メートルあったフェンスも2.5メートルに、統一された。座席数は90席で、総工費4億円。2015年には、福岡ヤフオク、ドームに、 ホームランテラスという外野スタンドがフィールド内に新設された。ホームランテラスによりフェアゾーンの面積は東京ドームとほぼ同じとなり12球団本拠地で一番の高さを誇っていた5.84メートルの外野フェンスも東京ドームと同等の4.20メートルまで引き下げられた。またセンター付近やポール際などスタンドを設置できない部分には 従来のフェンスにホームランテラスから連なる形で、金網を貼り付け、同じく4.20メートルの高さにあるオレンジのラインを超えた部分に当たれば、ホームランとする措置をとっている。球団からの発表には、ラッキーゾーンという言及はないが、回収に関する多くの報道では、ラッキーゾーンと呼んでいた。命名後は、ホームランテラスの名称を使用するのがほとんどである。 座席の命名権は ANA と山9が取得。座席数は約340席、総工費3億円。常設ではなく撤去が可能で撤去と設置をそれぞれ24時間で行える。2019年には千葉ロッテマリーンズ本拠地であるゾゾマリンスタジアムにホームランラグーンという名称の観客席が新設された。座席数は302席。 これにより、既存フェンスより最大で4メートル前に競り出すことになり、ホームランの増産が期待される。同球場では同時に、外野席フェンスの高さを低くし、ファウルゾーンに、ダグアウトボックス、サブマリンシートというグラウンドレベルの観客席を増設するなどの改修が行われた。パークファクターの推移からは、ホームランの増加など、打者有利の球場に変化しつつあると言える。 2018年に甲子園球場のラッキーゾーン復活構想が話題になったが岡田明信はラッキーゾーンを作るより本当の強打者を作ることが先だ。阪神の現状の打線力をそのまま当てはめれば相手球団の打線の恩恵になることの方が予測されると反対の意向を示した。大韓民国の韓国プロ野球ではソウル特別市にある 三室総合運動場野球場で LG ツインズが主観試合を開催する場合に限り球場の広さからホームランが出にくいとしてセンターを中心に左中間、右中間を4メートルほど狭めた脱着ネット式のラッキーゾーンを2009年と2010年に設置していた。後楽園球場では1953年より1957年まで外野、 ポール付近にアンラッキーネットを設置していた。これはフェンウェイパークのグリーンモンスターなどと同様に球場の狭さをカバーして本塁打を出にくくする意味で設置され、ラッキーゾーンとは逆の設置目的のものである。後楽園のアンラッキーネットは1957年のシーズンオフにフィールドを拡張し、フェンスそのものを高くする改層工事に伴い、 翌1958年の長島茂雄入団時までに撤去されている。外野のフェンスとスタンドの間に位置するコメリカパークのブルペン過去のメジャーリーグベースボールの野球場においては変形かつ広大な外野フィールドを持つ球場が大半であったためにラッキーゾーンに相当するフェンスの位置変更は頻繁に行われていた。いくつかの例を挙げるならば 旧ヤンキースタジアムの左中間は改修のたびに縮小され、その場所にブルペンや記念館が建築されており、クリーブランドスタジアムでは会場から閉鎖までの60年間にセンターまでの距離が20メートル以上も短縮された。また、ドジャースがロサンゼルスに移転した当初に使用したロサンゼルスメモリアルコロシアムは本来陸上競技場だったので、フィールドが レフト側に極端に狭く、ライト側は逆に極端に広すぎた。そのため野球開催時には仮設フェンスを設置していた。本類から左翼ポールまで約76.2メートルの長さしか取れなかったため、レフト側のフェンスは高さが40フィートもあった。AB、タイガースヒストリー。阪神球団公式サイト。2015年2月7日閲覧。 日本女子プロ野球リーグ2012前期日程、ルール発表。日本女子プロ野球機構。2015年2月7日閲覧。ケース高い周サイズ縮小も、投手にも打者にもフェアな球場になる。スポーツ日本。 http://www.sponichi.co.jp スラッシュベースボールスラッシュニューススラッシュ2012スラッシュ12スラッシュ19スラッシュ kiji スラッシュ k20121219004805160 HTML ハット2015年ヤフオクドームに新しいシートが続々登場 福岡ソフトバンクホークス2015年2月7日閲覧ホークスオフィシャルのツイートヤフーオク D ラッキーゾーンで東京 D かデイリースポーツ http://www.daily.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュベースボールスラッシュ2014スラッシュ12スラッシュ24スラッシュ0007607586 shtml2015 年2月7日閲覧福岡ヤフオク D にラッキーゾーン新設イメージ図付き西日本新聞長官 http://www.nishinipon.co.jp スラッシュホークススラッシュアーティクルスラッシュ1354592015年2月7日閲覧ソフトビー全日空山9がホームランテラス命名券2015年3月1日閲覧ヤフオクドーム HR テラスに潜入した西日本スポーツ http://www.nishinipon.co.jp スラッシュホークススラッシュアーティクルスラッシュ1455122015年4月3日閲覧ゾゾマリンに続いて、甲子園もホームラン席親切に、ファン歓迎もピッチャーは悲鳴リアルライブ。2019年1月8日閲覧。 2019ゾゾマリンスタジアム改修のお知らせ。芝ロッテマリーンズ。2019年1月8日閲覧。ベースボールマガジン社。週刊ベースボール2018年10月1日号ピアニッシモ36から37新設ガイアフェンスイーウィング完成。東北楽天ゴールデンイーグルス。楽天イーグルスオフィシャルサイト。 2021年6月22日閲覧。ありがとうございます。